友達テレビご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、日本人とは何かの9回目にあたります。7回8回がですね、猛烈なクライマックスでですね、現在につながる日本の社会体制、政治体制、権力とは何か、権威とは何か、それからそういうものが古事記を中心とした日本の古い書物にどのように表現されていたかと、まあ、いうことを、まあ、解説していただきまして、もう目が開く思いと、まあ、いうことですね。まあ、とにかく明るくいかなきゃダメだよと、少しぐらい損害があったってそれを上回る積極的な前に行かなきゃダメだよと、今日本がすっかり忘れている、まあ、そういう問題もですね、今から2000年とか3000年前、まあ、どのくらいにそういう話ができたか分かりませんが、日本の国土の中に、あったということですね。まあ、それを踏まえて、今回は少し発展をしていこうと。もちろん先生が今日どういうことをお話になるか僕はあんまりよく知らないんですが、やはりその裏にはですね、まあ、日本がそういう素晴らしい国づくりをしたという裏には、まあ、ちょうどここに画面が出てますけども、やっぱり日本が地球上の中で唯一の温帯の島国であったと。それから非常に気候が温暖である。普通の国というのは2つのハンディがあったんですね。一つが自然が非常に厳しくて、常に人間は自然から襲われる関係にあった。だから自然に対抗して生きていかなきゃいけない。日本は自然に包まれて生きていくという、全く百科事典と違う。それから日本には北方騎馬民族っておりませんでね、北方から突然襲ってきて家族が皆殺しになるってこともなかった。まあ、そういう意味では、まあ、奇跡的な国として世界の文化と全く違う文化を築いた。まあ、そのこれ日本の図ですかね、写真。いや、これは外国ですね。外国みたいですね、はい、ちょっと見ますとね、まあ、はい、南の国のようですが、まあ、そういうことで今日はまたそういうことを基礎にして先生にお話をお伺いしたいと思います。先生ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。前回先生が、女性から声をかけて、はい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 、で、まあ、セックスすると、はい、いろいろ不都合があるんじゃないかと、はい、まあ、それは生物的にはそうなんだけど、はい、まあ、生物学的にもそれがもう証明されているというお話だったんですけども、はいはい、実は古事記、日本書紀、まあ、日本の神話の中で、はい、イザナギとイザナミの物語にその話が出てくるんですよね。なるほどなるほど。これはイザナギとイザナミがこう地上にまず小野黒島に降臨をされて、はい、で雨の御柱の周りをこう回るわけです、はあはあ、でお前は右から回る、俺は左から回る、はいはい、どっから見て左だ、どっから見て右側なのかよく分かんないですけどもとにかくお前右から回る、俺は左から回るから、はいはいはい、で出会ったところで、おっ、ええ女だ、あらいい男ねっていうことで、まあ、お互いに結ばれるという、はいはいはい、そういうふうなシーンが出るんですけども、はいはい、この時初めにイザナミの側から、はい、まあ、つまり女性の側からあらいい男ねってやってしまった、うん、あ、なるほど。でこれでイザナギ、つまり旦那の方が、はいはい、いやそれまずいんじゃないの、あ、もう一回もう一回やり直そうぜっていう話で、もう一回わざわざやり直してるんですね。なるほどなるほど。でここに不思議な点が2つ出てるわけです。一つはなぜ女性が右からで、はいはい、男性が左側、おうおうおう、側からなのか、ああ、それって向かって左なの、ああ、どっから南なの、なんか着物でこっちとこっちがありますけどね、はいはいはい、左前と上、右前か、右前とかね、まあ、脱線しますけど、洋服の場合は、はいはい、男性は右前ですね、右が先、ああ右が 先、ね、右が先で左が後から来る、女性は反対に左が先、左が、はいはい、で右が後から来るっていう、はいはい、そういう、まあ、女性のブラウスとは、はいはい、男性のワイシャツの違いですね、はい、日本の場合は無人装着法っていう法律がありました。これは天平年間だったかな、にできた法律なんですけども、着物は右前で着なければならないと、はい、これ男性も女性も、はあはあ、ああなるほど、はい、あそうですか、だから先に右を先に入れて、なるほど、左を後に入れる、なるほど。実はこのことと今のイザナギイザナミの、はあ、お前右からだと、俺は左からだと、はあはあ、実は共通してる、関係してるんです、うん、でなぜかというと、うん、何事も火が上、身が下、うん、ああなるほど、はい、火っていうのは心霊現象の霊という字を書いて火と読むんですね。ここはどっかになかったかな、はい、火と読みます。で身っていうのは体のことを言いますね。だから火と身、何事も火が上、つまり魂、自分に備わっている魂が上、肉体が下、下と
これがもう全てに共通することになってまして、だから例えば神社で参拝しますよね、はい、その時に2礼2拍1礼します、はい、最初に2回頭を下げて、はい、次にこう手をポンポンと、そうそう、この時にあの手を叩く前に、はい、まず両手を合わせて、はい、右手を左手の第一関節までちょっと引くんですね。ああなるほど。それでこうポンポンと、確かにそうやってなんか神主さんなんかそうやってる気がしますね、はい、でこれ なぜかというと、なぜ右手を引くのかというと、神様っていうのはご神体ですから、はいはい、これ火の存在です、はいはい、で神様とお話をするのは、はい、我が身がお話をするんではなくて、はい、自分の火が魂が神様にご挨拶する。なるほど。だから火を前に出して身を引くわけです。なるほど。でこれでポンポンとやって、なるほど、で、戻して、で一礼して終わる。なるほど。これが二礼二拍一礼の作法。なるほど。それから玉串奉納って言ってこう、はいはい、まあ、なんかお願い事かなんかするときに、はいはい、神主さんから榊、はい、を の形でこう言ってますね、はい、そうですね、はい、最終的に 左手が前になるようにして、あ、そうかそうか、やっぱり左手前ですね、はいはい、なるほど。こう出す、これもやっぱり日が先なんですね。なるほど。でつまりその何事においても日が上、身が下。なるほど。だから律令制度で左大臣、右大臣といえば、左大臣が上だ、上、なるほど、右大臣が下。いやこれで覚えられますね、はい、で数を数える時も火風味、火が先、火風味、火からふって生まれるですから、火から生まれる味、火が先、身が後、身は3番目だよと。一貫してどこまでも火が上なんですよ、うん、っていう考え方なんですね。だからその男性と女性と、まあ、雨の宮柱の前を回るところを回る場合、うんうん、お前は右から、はい、お前は身の存在だと、はい、でイザナギ男性の方は俺は火の存在なんだ、はいはいはい、いうことで、イザナギは左から回る、なるほど、イザナギは右から回る、なるほど、はい、身の存在だからこそ赤ちゃんという身を産むことができるわけです。なるほど、なるほど。でもその赤ちゃんは、うん、男性が火を授けなければ、はいはいはい、毎月その、月のものとして流れてしまうんですね。なるほど。でその流れてしまう前に男性が火を注ぐことによって、そこで命を得ることができるということですから、あの火の存在、つまり、はあ、これがいわゆる男系という考え方にもつながってくるわけですね。はいはい、あの全然また雑談になって、この回は雑談で終わるということあるんですが、実はあのこのヨーロッパの、はい、概念というのは非常にこの偏っておりましてね、自然をこう観測しないで概念を作るっていうところあるんですよ。うん、あのインド以来のアジアの考えというのは自然を見ながらものを考える、つまり人間の頭というのは不完全なんで、自然を参照にしながらこう論理を構築していく。ところがヨーロッパはまあ頭が先行してね、それでまあ男女のどうのこうのってあるんですけど、その今のお話になった関係ではですね、両親、これはこの両親って言ったら人間になっちゃうんですけど、要するに生物、動物は全てですね、あのオスとメスの両性生殖動物っていうのはですね、メスに全ての両親のいい遺伝子を移すんですよ。で男はそれまでこうそのずっと伝わってきたあのその遺伝子のうち悪い遺伝子が溜まってくるんですね。これはもうどうしても生物はそうで、例えばあの人間ですと頭の髪の毛とか爪とかね、そういうこう切って離すところに水銀だとかヒ素を入れていくんですね。で植物だったら落ち葉に汚いものを入れていくんですよ。どうしてもこの系列で汚いものを除くところを作んなきゃね。で人間の場合の遺伝子の場合はオス男にですね、あの悪い遺伝子を行くんですね。そうすると、まあ、例えば極端には、まあ、劣性遺伝子というのは悪い遺伝子とは限らないですけど、ほとんど悪い遺伝子、劣性遺伝子があのは男しか行きません。例えば人間でも男の子にしか劣性遺伝子は行きません。そうするとその劣性遺伝子が行った男の子は生殖年齢、つまり20歳までに死ぬようにできてるんですよ。それで、その代わり女の子は丈夫に生きて、男の子は半分死ぬことになってて、それで、その代わりに、お父さんの遺伝子をそのままそっくりあの受ける。でこのお父さんの遺伝子をそのままそっくり受けるっていうのは生物としては不利なんですよね。なんでかって言ったらお父さんの遺伝子もだんだん劣化してきますから。しかしその系列は
あのオスで行くと。でメスは胎児なんで系列は無視して、まあ、ミトコンドリアの一部でお母さんからも娘がもらうものなんですけど、それはまあそういうその精神的なもんじゃなくて単なる呼吸の問題をそうしてるだけなんですけど、ね、子供を産む時と。だから女の子はもう一人一人が独立してるんですよ。で男の子っていうのはお父さんを越そうと思うし、お父さんとそっくりの遺伝子だから、まあ計算もあってですね、人間の男が絶滅する日っていうのは計算されてるんですよ。劣化速度が決まってるから。あついにお父さんの遺伝子がもうここでダメっていう日にちが決まってるんですよ実は。ところが女の子はそれでその後人類はどうなるかっていう議論もあるんです。でこれは人類ばかりじゃなくて全ての動物が多分12億年前にできた時はオスとメスのそういう区別はなかったと考えられてるんですね。だけどもそのずっとしてるうちに結局今のシステム、オスはこういういいところがあり、メスはこういういいところがあるっつんで2つに分けてものを考えていくっていうことになったわけですよ。これでまあ今先生がお話になった点はね、僕なんかちょっと記憶に残ってたんですが、それをねなんか知った時にね、おっとね この考えは日本にしかないんですよ。でその日本にしかないってことは、僕は日本人っていうのは自然をよく見てたなと思うんですよ。現代生物学で分かってたことが、分かってきたことが古代に分かってきてるわけです。その頃遺伝子なんて全然そうです、ね、意識ありませんからね。だから 男系男子相続っていうのも、それからその右回り左回りのこともよく自然を観察してたら古代でも分かったような気がするんですよ。ね、どうしてかって言ったら、全ての動物がセックスの時にオスから言ってるから。それでこれはあのカマキリみたいにメスが強くて、うん、そのメスがそのタンパク質足りない時にセックスなんてオス食べちゃうんですけど、食べちゃう、そのカマキリでもセックスの時はオスが積極的なんですよね。だからそういうその全体の生物の状態をよく観察して日本国っていうのを作ったんだなと思ったんで、この先回ちょっと思い出したんですね。まあ、あの日本の場合は動物も割とまともなんですよね。お猿、あの日本猿でも、犬でも猿でも日本で育った動物たちで割とあの野良でもまともなんですけど、あの西洋の場合だと例えばキリンさんというのが有名な動物なんですが、キリンさんなんかはあのやっぱり交尾の時に、オスが、まあ、大体あのオスっていうのは本当にバカだなと思うんですけど、あの女性のお股に頭をグリグリこう擦りつけるんだそうですね。でメスびっくりするじゃないですか、はいはい、でもやっぱりこすりつけられてその気になるらしいんですよ。その気になる。でその気になって、あらいいわよってやってると、はい、そうすると別のオスがやってくる、はい、で、お前邪魔だと、はいはい、どけと、はい、そうすると何をこの野郎ってことでオス同士で喧嘩になるんです。喧嘩になる。ところがそこでこうあの例えば日本だと猫がさ盛りの時にね、うん、オス猫同士でメスばやってふわーって喧嘩してるじゃないですか。キリンさん違うらしいんですよね。オスが邪魔しに来るでしょ。で自分が邪魔されてあっち行けとか言われるでしょ。そうするとあらいい男ね。あメスが。いやオスが。オスが。あなるほど。やってきたオスに。あれ。あらいい男ね。そうするとあの性同一性症候群というのはヨーロッパから始まったってこと？いや分かりませんけど、その後もキリンはどうもそうらしいんですよ。おおなるほどね。それでそこにまた別なオスがやってきて、この 2匹のオスがオス同士でできてしまうものですから、はいはい、あなるほどで3匹目のオスとしょうがないからメスはじゃあ頑張ろうねと言って頑張り始めるって。おなるほどね。いやだから日本とはかなりその環境が違うなと。なるほど。もう一段私も勉強いたします。いや科学と古事記の関係っていう説明でもしようかと思います。じゃあもう先生あんまり雑だなってあれですから。その人身の関係がまず一つ大切なポイントとしてある。はいはい、ああよかったですね。はい、でもう一つあの、この時に、雨の御柱の周りを、はい、まあ、回るわけですけれども、はい、もう一回やり直しをする、はい、そしてそのやり直しの結果二神は結ばれるというところにまで進んでいく。はいはい。この雨の御柱の周りを回ったっていうのは神様から与え、神様にまず、
まあ、お届けをする、はあ、つまり俺たちは結ばれますよと、はいはい、これから結ばれるんですよと言って神様とにまず認めていただくという話なんですね、はいはい、だから雨の御柱の周りを回って、これだから神事、はいはい、つまりあのこれ今でも続くいわゆる婚礼の儀として今でも続いている、はいはい、神前結婚ですね、はい、でこれは神様と前で御霊を結んでしまったことですから、はいはい、平安時代ぐらいになりますとね、はい、このことを非常に重要視されまして、はいはい、やっぱり平安時代でもセパレートしちゃう、離婚したことあるわけですよ、はい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 、離婚しても女性は最初の夫の姓を名乗り続けるっていう、なるほどなるほど、この習慣になってくるんですね。なるほど、あの非常にだから神様の前で一度約束をしたら、約束をしたら身が分かれても日は結ばれたままだ。なしあまりするとここではねちょっと打撃受ける人が多いんですか。次に行きましょうか。ですか。失礼しました。はい、はい、まあそんなふうなことがあるで、実はこのことがもっと前の前回お話ししましたあの 雨の安川での雨の岩戸開きの話にまたつながってくるんです。ああそうですか。はい、でここでは雨の渦目という女性が、はいはいはい、女性の神様が登場するわけですけれども、この雨の渦目というのは、あの漢字で書くとですね、非常に面白いこう漢字がありまして、こちらですね、雨の受け売りと書いてあるんですね、はい、雨の渦目ね、はい、なぜ雨の受け売りかというと、天照大神様のお言葉を受けて八百万の神々にお伝えする、八百万の神々の話を聞いて、それを天照大神に奏上する、はいはい、つまり神様と神が、はい、八百万の神々をつなぐ役割、つなぐ役割ねっていうのは雨の渦目受け売りの御事の役割なんだということなんですね。つまり地上の神様と直接つながることができるのは、はい、女性だけに与えられた特権なんだ。なるほどなるほど。っていう考え方です。ああ秘書ですね。秘書よりももう神様です。神様ね。我々は女性を通じてしか神様と接することができる。なるほどなるほど。だから例えばひな壇ね。巫女さんってのはそれかな。はい、そうなんです。あ、まあ、ひな壇の場合でもあ、まあ、これはあの、まあ、天皇皇后両陛下ですよね。天皇皇后両陛下で、この三人官女、三人官女女性です。ああなるほど。でその下五人林同時です、これ子供、ああ子供、子供、はい、で左大臣右大臣というのはその下にある、その下にある、はい、男は女性の下、さらに子供のさらに下ですから、ね、あなると、それが男性の最高位の左大臣右大臣、大体そんな感じですね僕も人生。それぐらい女性の存在というものを大切にしてきた。なるほどなるほど。でこの雨の渦目は実はあの天上界においでになっただけではなくて、うん、天孫降臨で新木の御事が地上に降臨されるときに、はいはい、いつともの御の神と言って一緒についてきます。なるほど、ここにいますけどね。なるほど。いや一緒について地上に降りてくる。だいたいここら辺の位なんですね、はい、であそこで踊り踊ってるけど結構位が高い。高いんです。なるほど。その雨の渦目の御事をね、うん、あのスポーツになってストリッパーみたいな言い方するのはこれけしからん話で、なるほど、っていうかね、あのこれはねちょっとねもうショック感じたんですけどね。なるほど。日本の神話を子どもたちに教えようってことで、カラー版の漫画日本昔話ってあったんですよ、はいはいはい、あこれいいじゃんと思って本開いたらこの雨の渦目の話が登場しましたよね。なるほど。雨の渦目がスポンポンになって大股広げて、そこを八百万の神々がねおーとか言って覗き込んでる、そういうシーンがあるわけですよ。なるほど。子供向けのフルカラーの漫画なんですよ、うん、これ子供に見せることなのって。だけどさっきのあの、はい、さっきのやつ神谷さんの図、はい、これなかなか美人ですもんね。美人で これ着物着てるでしょ、うん、着物着てる。古事記見ますとね、うん、あのこれ実に非常にこう正確な書き方してましてね、あの雨の渦目がこの、はい、まあ、樽をひっくり返した上に上で踊りを踊ったんだ、はいはいはい、でこの時に もっと言いまして、あの袴なんだけど後ろに引きずるようなタイプの袴あるじゃないですか。 あの物、はい、物紐を腰の前にほとに垂らして、あなるほど、おへそ の前からほとに垂らして、うん、でそのこの紐をゆらゆらと揺らしながら前を舞ったと書いてあるんです。なるほどなるほど。どこにもちょっとだけよっていう加藤茶みたいなことはそれやってないと。なる。今頃先生加藤茶だって誰ももう分かんないですよ。ちょっと古すぎたんですかね。古すぎた。あのスポンポンになったというとは書いてある。なるほど。はい、でこの実は雨の渦目の御事が神様と直接つながるということから、我が国ではあの神様と直接つながることができるのは女性だけ。なるほど。だから神社行って、はい、よくあのお神楽奉納ってあるじゃないですか、はいはいはい、でお神楽を舞っていただくときに女性の御子さんが舞うお神楽と、はい、男性の神官の方が舞うお神楽がありますよね、はい、で女性が舞うお神楽というのはその神社の神様に捧げる舞なんです。おうほうほう。
で男性が舞う岡倉っていうのはそこに集まった聴衆に向かって、はいはい、うちの神様はこういう神様なんですよっていうことを説明する舞なんです。なるほど。だ神様と直接つながることができるのは女性だけなんです。なるほど、はい、なるほど。だから女房のことを神さんというわけですよね。そうです、ね、はい。まあそういうふうな文化になってきて、僕なんかそういう人生を送ってますけど、いやうちもそうなんですよ。いやそうですか。まあ行きましょう先に、はい、それでこの天孫降臨の時に 雨の渦が地上に降りてくる。そして地上に降りてきた時に猿田彦と結婚するんですね、はいはいはい。で名前が雨の渦から猿目の君と変わります。あ、なるほど。これが我が国の女性が、うん、結婚して姓が変わること始めになります。なるほど、なるほど、はい、なるほど。神話の昔からずっと続いていること。なるほど、なるほど、ということですね、はい。でこの、まあ、天孫降臨の時 には、この芦原の瑞穂の国は、何時の知らさむ国と事をさせたも、うん、ゆえに、御事の乗りのままにあもりましきと、まあ、こういうようなことで来るわけですけれども、はい、要するに高間ヶ原と同じ統治をしなさいと天照大神様から命令されて、はい、天照大神様のお孫さんにあたる新居の御事が地上に降臨をしました。このように書いている、はい。つまり高間ヶ原と同じ統治ということは、うん、天照大神様がおいでになって権威があって、で権力集団、うん、つまり代表団がいて、はい、いて、でその下に一般の民衆がいて、はいはいはい、この民衆が天照大神様にとって全部がこう宝物なんだというふうにされている、はいはいはい、一人一人が全部尊重される社会。なるほど、まあ、それと同じ統治をしなさい。なるほど。これをつまり何時の知らさむ国ぞ、はあはあ、というふうに、おっしゃられたというふうに書いてる、はいはい。でこの天照大神様から雨のお正味の御事、新居の御事、天孫降臨ですね、はい、これがだから子であって孫、はい、それが海彦山子出てきて、はい、海彦山子ができて宇賀谷吹合図の御事というのが出てきて、はい、この子供が神武天皇で、はい、初代の初国白須村の御事ですよ、はい、というふうにつながっていく、はい。でこのあと10代目が崇神天皇、はい、そして昭和天皇が第124代、平成天皇が125代、金城陛下が126代と、はい、ずっとつながっているというのが、はい、我が国の歴史になってますよ、はい、という話になるわけです、はい。でいよいよこの日本の建国に行くわけですけれども、うん、ここでね神武天皇が登場します、はい。あ、もう建国に行っちゃっても大丈夫ですかね。はい、行ってください。世界中ですね、いろんな国がありますよね。今200カ国ありますよね、はい。世界中どこの国でも、はい、自分の国がなぜできたのか、で建国宣言、はいはい、我が国はこういう宣言をして国家を形成したんですよ、はいはい。これアメリカでもイギリスでもフランスでもドイツでも、はい、アフリカの新興国でも、はいはいはい、全部必ず教えてます、はいはいはい。マレーシアの歴史教科書なんかでは、はい、マレーシアの歴史は日本軍が小島に上陸したことに始まるって、はい、そこからマレーシアが始まったっていうことが書かれている、はいはいはい。どこの世界中どこの国でもなぜ自分たちはこういう国を営んでいるのかという建国の原点、はいはいはい、これ必ず教えるんですね、はいはい。でも日本では教えてない。はい、でまあ神武天皇というのは初代天皇ということにはなってるけれども、はい、それはその所詮神話に過ぎないと、はいはい。いや神話に過ぎないってもう2000年以上も昔の話がね、はいはい。その神話に過ぎないも何もそれはやっぱり神話になってしまうわけで、はいはい。で少なくともその建国の精神とはどのようなものだったのかということはやっぱりちゃんと教えるべきなんじゃないかな、ね、というふうに思えるわけですね、で実は我が国の建国って2つあるんですよ。ははは。これ建国、はい、もう一つ長国っていうんですね、でどちらもこちら神武天皇、こちら崇神天皇、はいはい、第10代ですね、はい、こちら初代、名前は一緒だと、はい、読みが同じなんです。はあ、初国知らず須村御事、山の大和言葉としては同じってことですね。同じなんです。ただ漢字が違うんですね、はいはいはい。で建国と長国といって、まあ、国が出来上がった出発点も2つの文字を使い分けてます、はい。でどう使い分けてるかっていうと、この建国、はい、この建てるっていうのは大工さんが家を建てるところを建てる、はい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 、つまり人の力によって、人の努力と力によって、国っていうものがまず形成されました、はいはいはい。で長国っていうのはこれ始めという字なんですけども、はいはいはい、初めっていうのは戸を開く、はいはいはい、音を立てて開くっていうことで、はい、神々の、知恵、うん、神々の御事乗りによって国っていうものがそこで初めて形成されましたと、はい、いうことで初国知らす、うん、スメラ御事っていう、うん、この長国という文字が使われてます。なるほど。でこの2つの国の出発点があったっていうことということなんですけども、これも多分全く教えられていない。なるほど。崇神天皇は10代ですから、
何だったか、伊勢神宮とはどういう関係でしたかね。関係なかった。お伊勢様とはお伊勢様がで祀られております天照大神様がもともと皇居でお祭りしていたものを、これを別な神社に移されて、はいはいはい、その後この崇神天皇の息子さんの時代に天照大神様がお伊勢様に移動になります。だいたいあの頃ですよね。はい、そうです。なるほど。そういう時代ですね。で、まあ、順番にこれを短い時間でパッと見ていきたいと思うんですけれども、はい、はい、そうですね。はい、ちょっとすみません、これ次回の方がいいですか。いや、あと10分やってください。あ、10分、はい、はい、まあ、この2つを見ていきたいと思うんですけれども、まず最初の建国、はい、神武天皇の建国、紀元前660年、はい、建国の御事の祈りというのがあります、はいはい、これが文字で漢字で書くとこれだけなんです、はいはいはい、これが我が国の建国宣言なんですね。なるほど。でこれ何が書いてあるかというと、はい、一言で言うならば、はい、クラウドファンディング。あ、クラウドファンディングみんなで一緒にやりましょうってことですか。そういうことです。はあはあ、クラウドが、まあ、民主じゃないですか、はいはいはい、でファンディングって資金調達なんですけど、この時代はまだ現金っていうのがない時代ですよね、はいはいはい、お米がとかそういう、ね、まあ、物々交換、つまり食べ物ですよね、はい、みんなで食べ物を調達しましょう。なるほど。っていうことで出来上がったのが我が国だっていうことが、実は今のこの建国の御事の祈り、はいはい、どこに書いてあるの、文章がそうなんです。はあはあ、でこれをですね、訳したものがこれですね、はいはい、ちょっとまず読んでいきたいと思うんですが、我ひむがしを打ちてより、つまりいわゆる神武統制ですね、はい、ここに無とせになりにたり、うん、6年経ちました、うん、スメラギの雨の意を頼み、つまり、うん、ご皇族の、天照大神様から続く、代々のその威力っていうものを、うん、まあ、頼みにして仇討つために赴かむ、悪い奴らをやっつけにやってまいりました。ほとりの国は清まらず、残る災い塞げども、まだまだ周辺にはね、収められていない人たちもいるけれども、でも打ちつ国には騒ぎなし、つまりもう内側の国にはもう騒ぎはないよと、非常に平和になりました。で、真心込めて大いなる開き広める都を作る、うん、とこう書いてます、はいはい、ここでね、都っていう言葉が出るんですけども、はい、都ってね、今はこういう字書きますから、はいはいはい、なんとなく都イコールその国の首都っていうふうなイメージを持ってらっしゃること多いと思うんですけども、もともとは宮、はあはあ、矢っていうのは屋根の矢ですよね、はあはあ、宮は、まあ、はあはあ、あと蔵とか、はい、でこう、つまり米蔵のことを言います、はい、米蔵ね、はあはあ、宮こう開き、だから真心を込めて大いなる、うん、大いなる、開き広める都を作る、うんうん、つまりお米蔵を作りますよ、はいはい、でその米蔵に今運びたらお米を運んでいる若き蔵、うん、若い人たち、はい、民の心、みんなの心は素直にて、はい、穴を巣として住むあるも、はい、まだ縦穴式の結局状態に住んでいる人たちもいるけれども、聖の祝いをそこに立て常に断り従えば、忌みじき民に利のあるに聖の技に妨げもなし、とこう続くわけです。はあはあはあ、つまりいわゆる稲作を中心として国家を営んでいこうと、うん、稲作をするっていうことは水田なので、はい、田んぼに水張るじゃないですか、はいはい、で縦穴式住居って地面に穴掘って、はい、家で作るわけですよね。田んぼの水よりも水位よりが低くなっちゃうから湿気ると湿気ちゃってしょうがない、うん、でつまりここでいう穴を巣として住むあるもっていうのは、うん、稲作をしていない人たち、なるほど、はい、なるほど、つまりそういう昔ながらの狩猟採生活をだけで生活をしている人たちもまだいるけれども、はいはい、でも我々はお米を中心にして、はいはい、生活っていうのをやっていくよと、はいはいはい、なぜならば、うん、この時代というのはまだ冷蔵庫ないわけです、はいはいはい、冷蔵庫のなかった時代に10年20年という長い単位で保存できる、備蓄できる食料ってお米しかないんですよね、はいはい、お米だったらば玄米の状態で保管すれば20年経っても普通に食べれる、はいはい、まあ、若干味が落ちますけど ね、ということで、まあ、その聖の祝いをそこに立て、うん、つまり食料を蓄えて、はい、日本っていうのは火山列島でもう台風は毎年来るし、火山が爆発するし、地震も起こる、はい、まあ、大変な国なんだけれども、うん、でも そこで、みんなでちゃんと生き残っていくことができるように、うん、食料を都にちゃんと蓄えましょう、はい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 、みんなでちょっとずつクラウドファンディングでお米を持ち寄って、オクラに貯めといて基金の時にはオクラから放出すると。そうです、基本的にはそうですね、はい、だから大いなる開き広める都を作る、うんうん、でそのために山や林を開いては宮や室屋を治めつつ宝の位慎みて大きもといを持って沈まん、うん、つまりここでね、大きもといっていうのがこれ漢字で書くと
持ってちんげんげんと、はあはあ、持てちんけんけんとこういうふうに書いてあるんですけど、はいはい、これはお医者様に行きますとね、このガンガンポンポンという、はあはあはい、こう書いて元々を元とすと言います、はあはあ、一番大切なこと、はいはいはい、人々が生きていく上において、うん、一番大切な原点を大切にしようというのが、はいはいはい、ガンガンポンポン元々を元とす、はいはい、このモテチンゲンゲンというのはまた全く同じ意味ですね、大きいもといをもって沈まん、なるほど、神はすなわち空の神、うん、天上界の神様、はい、その神様から授けていただいた授けたまいし徳の国、はい、うん、ここでいうね徳の国って書いてます、徳の国っていう、はい、いうのが徳川家康の徳という、はいはい、いう字を使うんですけども、はい、これね徳、はい、これ現代人だと分かりにくいんですが、うん、旧字は行人弁にまっすぐな頃なんですね、あ、なるほど、でこの縦目の部分が横に変わってこの字になって、これがさらに省略形になってこれになりました、だから徳っていう漢字の意味っていうのはまっすぐな心で進むということを意味します、なるほど、つまりみんながまっすぐな心で生きていくことができるように、なるほど、おすましをして嘘を言わなくてもね、はい、ちゃんとまっすぐ生きていけれるように、はい、そういうふうに授けてくださった国だと、うん、下に養う住み間の、うん、正しき心を養う、うん、みんなの、ね、正しい心を養っていこう、はいはい、しかる後には六つ合わせ、六つ合わせっていうのは六号というふうに書くんですけども、はい、これはあの四方東西南北プラス天地、はいはいはい、でこれで六つですね、あ、なるほど、はい、六つあの四方八方と天地を合わせ、はいはいはい、そして、都を開きて八号っていうのは、うん、あの東西南北にプラス 南東とか北東とかっていうのを入れると八方になります、あの四方八方の八方、都米蔵を作って四方八方を置いて家となし床も、うん、つまりみんなが一つの家族となって、ああ一つ屋根の下に住む家族と、日本全国が一つ家の家に住む家族となって、はい、あっちで、飢饉が起これば、はい、こっちからお米を回してあげ、はいはいはい、みんな親戚だったら当然そうするだろうと、はい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 、またよからずや、それ見るはうねびの山の辰み方、柏原の地は国の中、はい、この地において国知らしまむ、なるほど、というこれが実は我が国の建国の御事のりになります、なるほど、日本とにかくあの災害の多い国なので、その中でみんなで普段からちょっとずつお米を貯めていって、それを米蔵にしっかりと保存して、はいはい、困ったところがあったら、はいはい、そのお米 で困った人たちを助ける、はいはい、助けられた人たちはそれによってもう一回田んぼを復活させて、でみんなでお米を作って、で出来上がったお米の一部をまたお蔵に納めてもらう、で今度向こう側で困った食い物がなくなっちゃったと、火山の爆発がありましたとか、いろんなことがあった、そしたらそこにまたこの米蔵からお米を回してあげる、そうやってお互いにみんなで助け合っていこうよ、これが我が国の建国宣言なんですね。世界中歴史に登場する、まあ、いわゆる王国もう星もう 数限りなくありますけれども、助け合いっていうものをベースにして、はい、で国家っていうものを形成していったって、おそらく世界の歴史の中で日本だけだと思います。そうですね、はい、それはやっぱりあの、まあ、日本が非常に恵まれた自然と、まあ、ほぼ単一民族か民族が、まあ、人間だけが住んでいたということによると思いますね、でそうして助け合い、稲作を中心として助け合う、はい、あの どんなに危機が訪れたとしてもちゃんと生き残っていくことができる、はいはい、そういう国を作っていきましょうというのが、ここで宣言されて、なるほど、そして国家というものが形成される。なるほど、あの実はこの習慣って昭和44年まで続いてるんです。いや今でもね、だから新あの憲法、日本国憲法にはその勤労の義務っていうのがあるわけですが、はい、勤労の義務っていうのは憲法に入ってるのは日本だけだと思うんですよね。あ、日本だけですか。多分それでね、なぜかっていうとですね、勤労っていうのは義務ではないというのが他の国の考え方なんですよ。まあ、少なくとも中国からむしろ逆なんですよ。むしろ逆なんです。それはあの原罪っていうのがあるのと一緒でですね、はい、人間は本来は働くべきではない、うん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 、だから働くのはアダムとイブが、リンゴを食べたからだと。だからもともとは人間は遊んで暮らせるのに働かなきゃいけないんだっていうんで、中国からヨーロッパまでは働くことは罪のを贖うために働く、こういう概念ですね。そうですね。ところが日本だけは働くことは尊いことだと、助け合うんだからと、はい、いうことで、戦争に負けた後 GHQ が作った原案には、占領軍が作った原案には勤労の義務なかったんですね。それを日本人が
いや勤労の義務、つまりみんなで米を作んなかったら国は成り立たないって言って勤労の義務を入れようとした。そしたらアメリカ軍がいや勤労は義務じゃない区域だからこう言ったと。いや違うんだっつって、そこでまあ揉めた後その人すごい頑張って、それで今の日本に勤労の義務が憲法に入ってると、まあ、いうことで、まさに日本の助け合う助け合う、そのね、これだけど助け合うっていう思想はインドにはあるんですよ。インドには、古代インドにはあるんですが、古代インドの思想が中国を通ってくるときに、あの中国ですからね、そこで消滅しちゃったんだけど、それをインド語を漢字に直した原型だけが日本に来たんですよ。それで日本でそれだけもう一回復活したと、まあ、いうふうに言われてますけどね。あの神話の中ではまさにもっと古い時代から、仏教伝来のもっと古い時代から助け合いが中心としておかれた。そうですね。で実はあの今でもそうなんですけども、ちょっと古い神社の宮司さんとか神官の方おいでになるじゃないですか、新米食べたことないって言うんですよね。ああなるほど。新米食べない。なるほど。あのココ米を食べるって言うんです。ココ米から食べて飢饉が起こったら蔵にある新しい米を民衆に安っていうと、まあ、これ江戸時代でも基本的にそうですよね。そうです、はい、あの武士の淵米っていうのは、う、ね、これはココ米で支給ですよね。はいはい、そうですね。だからココ米と新米があると新米の方が値段が安かった。あ、そうですか。はい、あのだから新米が売られるっていうことは、うん、よっぽど金に困って、ああそうか、ただ売ってるわけだから。なるほど。はい、でこれが昭和44年の食感法の改正までずっと続くんですよね。昔は玄米で蔵に入れてたんですかね。玄米です。あの最初に取ったばっかのもみがついてる、はいはい、入れるもみと、はい、それから皮を取っちゃった白米、はいはい、この状態だとあの長期保存効かないんです。なるほどなるほど。玄米だと20年経っても全然大丈夫。なるほど、なるほど、ね、よく考えたもんですよね。うん、皆さん、あのまたつまんないこと僕は言うんですが、あの米はね、麦と違ってね 7% がタンパク質なんですよ。でこれは珍しい作物でね、食べるとあの要するにエネルギーになる炭水化物と肉になるアミノ酸を、要するにタンパク質を両方取れるんですね。人間はだいたいねベストな状態で 14% ですので、米から入ってくるタンパク質に目指しぐらい添えれば、それで卵とか納豆とかそういうのを添えればですね、それで食えるっていうのはまた米のいいところなんですね。そうですね。うん、だからまあもっと言えば肉食内陸の人たちはお塩がないんで、肉食肉の銃の肉の中のお塩を取らなきゃいけないので、タンパク源、タンパク源じゃなくて塩を取るために肉を食べる、塩を食べるために肉を食べるので、結局タンパク質は過剰になるので、麦になるということはある、一応あるんです。まあ、あのまあそういくつから言うと。まあ、こういう交渉の話じゃないんですけど、あということで、まあ、建国の御事なり、これはやっぱりあの小学校の最初に皆さんで聖書、あのみんなで一緒に唱えなきゃいけないんですね。本当は ね, ね。だからやっぱり建国の経緯、そして日本という国は、はい、助け合うこと、そう、あの人を殺したりとか奪ったりとか、権力者が威張るためにできた国ではなくて、そうですね、どこまでも人々がお互いに助け合っていくということを根本にして、そこから国ができたんだって、そういうことですね。でしかもそのことを建国という、なるほど、人の力で、なるほど、国っていうものができた。なるほど。でも、うん、そうやって神武天皇から始まって10代の間は、はい、みんな幸せに暮らすことができたんです。ほうほう。でも10代目の崇神天皇の時代に大変な問題が起こるんです。はいはいはい。みんなでちゃんと食料も備蓄して、はい、どんな災害が起こってもこれで絶対大丈夫だと思っていたら、うん、大変な問題が起こった。大変な問題が起きた。それがこれなんです。疫病が起きた。はい、これは何でしたかね。僕も聞いたことあって、水神天皇の時の疫病って何だったかな。これは紀元何年ぐらいですかね。今から2500年前。大体、はい、そうかね。なるほどね。ウイルスかなんか微生物かなんかでしたかね。おそらくペストじゃないかと、ペスト思いますけどね。で古事記ではこの時に人口の半分以上が失われたと書いてます。なるほど。日本書紀は
人口のほとんどが死滅したんだけど、これまたすごいなと思うんですけど、あの2019年に東大の研究の6月かな、東大の研究チームが日本人の DNA の研究をしていて、ちょうど今から2500年前にそれまでの縄文時代の人口が26万人ぐっと減ったと、はい、それが2500年前に8万人にまで一旦急激に減少するっていうね、これを、まあ、あの調査の結果分かったという発表をしています。まあ、あの研究チームがやったのは、8万人減ったことが分かりましたというだけで、なぜ8万人減ったのかはそれは言っていない。ただ、まあ、あの古事記や日本書紀見たときに27万人が8万人って人口3分の1じゃないですか。3分の2の人が死んでしまうような大変な事態が起こったという記録はこの時だけしか書かれてないんです。でそれがあの第10代の崇神天皇の時代だったんですよね。だから崇神天皇はそれから立ち上がらなきゃいけなかった、そういうことなんです。うん、だから国を改めて始めなきゃいかんと、そうです、そういうことだったわけですね。でこの時に崇神天皇が行われたのがですね、うん、これなんですね、あの全国の神社を4つに分類するんです。っていうのは、あ、そうでしたね、あ、思い出しました、はい、当時はそうそう、あのウイルスなんて分かりませんから、うんうんうん、だからこれは神々のおぼし召しに違いない、はいはいはい、でどうすれば神々が静まってくださるのか、はいはいはい、もういろいろ意見ちょうだい、でやったら、まあ、全国の神社からもうああでもないこうでもないわっとくる、うんうんうん、収集がつかない、まあ、当時は神社がそういう情報収集の基地でもあったってことですかね。というか神社しかなかったですから、神社しかなかったからね、はいはい、でしょうがないから神社をこう4つに分けて、うん、で天津八代、国津八代、鎌所、鎌部と、はい、まあ、あの寛平大社、県庁、市長、氏神様みたいなね、そんな形で分けます。うんうん、でこの時神社が4段階になったんで、はいはい、かつて天津八代だったところは2礼4泊1礼、4泊1礼だったりします。ああ、なるほど、はい、2回頭下げて1、3、4とか言って、なるほど、なるほど、あの2例3泊1例はあまり例がないですけどね、うん、あの1泊のとこ神戸なんかは1泊でもいいよっていう、なるほどなるほど、これがだん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 時代とともに統一化されて、最終的に統一化されたのはあの明治に入って、あの神仏集合令があった時に、はい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 、この時に神社庁ができて、で全国の神社は全部一律2例2泊1例にしなさいと、はいはい、他のやり方はダメよっていうことで、はいはい、ここで初めて変わった、なるほど、はい、それまではみんなバラバラです。なるほど、でこんなことをやりまして、で この時にですね、同時に出来上がったものが、うん、実は長寿社、神社の長寿社って言いまして、神社行くと手洗うじゃないですか、はい、手洗って口をすぐ、あ、思い出した、何を忘れてたかったら、あの神社で手洗うことによって疫病をと、まあ、止めようという意識はその頃なかったと思う、細菌とかないけど、だけどあれで止まったっていう話を聞いたこと、うん、はい、ああ、なるほど、それで人口があの67万人までバッと増える、8万人から67万人ですから大変な増加ですよね。うん、そうですね。で、まあ、これで要するに神々のお怒りが鎮まって、はいはいはい、で、みんながやっと安心して暮らすことができるようになった、つまり疫病を治めることができた、はい、つまりこれは明らかに神々の祝福をいただくことができたんだろう、あの頃は微生物とかそういう考え方がないですからね、ないですから、それがだから超国になってるわけです。なるほど。で このことが、つまり感染症対策っていうのが彫刻であるから、我が国ではあの挨拶をするとき、はい、1.8 メートル、はい、畳1枚分距離を空けて、あ、どうもこんにちはと言って頭下げる、ソーシャルディスタンスなんて英語で言うなと、これ1.8 メートル空けの日本語で何て言うんですか、普通に礼としか言わないですよ、礼としか言わないのか、なんかそれをこう言って反撃したいな、あの英語に反撃したいんで、いつもあの都知事が変なこと言うから、なるほどなるほど、はい、あのまずそのハグの習慣ないですよね、握手の習慣もない、そうそう、はい、握手の習慣、あとね、あの日本はあの下水道が一番ほとんど一番早いんですよ、はい、これはやっぱりあのモヘンジュダロー、あのインドのモヘンジュダローが下水道発達してたんですけど、あれはね東の方にしか来なかった、あの文化、西の文化はねナイル川で有名なんですけど下水なしなんですよ。だからパリなんかヨーロッパよく言われるんですけども、トイレもベルサイユ宮殿なんかトイレもないんです。それから台所のゴミを捨てるのは路上だったんです、うん、で女性のフレアスカートっていうのは、途中でトイレ行きたい時に見えないようにおしっこするためだったんですね。で日本は全然違ってて、もう明らかに古墳ちょっと過ぎぐらいから、家の周りには今でもそういう名残ありますよ、家の横にこうドブがこう結構このくらいの幅のドブで結構深いやつがザーッと流れてる、うん、あれ多分僕の感じではもう2000年ぐらいの歴史じゃないかなと思うのが、田舎なんか行くとちょっと風景がありますけどね。
なるほど。主人天皇時のペストかなんか知らんけど、そういった巨大疫病を機に、まあ、日本は非常に衛生的な国になったと。そうです。挨拶は 1.8 メートル、お風呂はヒノキの風呂になって、はい、きれいに洗って入るというふうになったと、はい、結果2500年前から現在に至るまで、うん、国民の過半数が死んでしまうような大規模な疫病の流行は日本では一度も起こっていません。そうです。これはね、あの環境の歴史なんかで随分有名な話で、はい、本当に2000年間ほとんど、平安時代に藤原四兄弟が死んだやつがあるけども、まあもちろんコレラなんかもちょっと流行ってるんですけど、その規模たるや、ヨーロッパとか中東とかその全然違うわけですね。あの中国とかですね。わかりました。今日はですね、あの非常にこう重要な崇神天皇の時の疫病、まあ、日本の建国というのはどういう思想でやられ進まったか、まあ、これは現在の日本国憲法にも勤労の義務という形で残っておりますが、助け合いの精神ですね。それからもう一つは、まあ、米を中心として、まあ、腐るまではみんなで分け合おうじゃないかということで、最近ではお金を蓄財する政治家なんかいますが、政治家とか威張ってる経団連の社長会長にはですね、来年からあの給料は金ではなくて、あの魚ぐらいで供給しますとね、あの貯めておけないので、あの蓄財がなくなると思いますが、まあ、そういうのもですね、やはりこんなに素晴らしい国ですから、小学校からちゃんとですね、児童に教えていい伝統をつないでいけるようにしたいと、まあ、そういうふうに思います。今日は先生、長らくありがとうございました。はい、ありがとうございました。